このビデオではマヤのテクスチャーマッピングを簡単に紹介します今回は2種類のマテリアルを1つのオブジェクトに対して適用しますまず用意したシリンダーに1つのテクスチャーを全体にラッピングしますランバートシェーダーアイコンチェックアイコンをクリックしてファイルアイコンをクリックそしてフォルダーアイコンをクリックして目的のテクスチャー全体に反映するテクスチャー ですね、こちらを開きます、えー、プレビューが見れないのでプレビューをオンにしてテクスチャーのそうです、ね、方向とか大きさを少し調整してみましょう、えー、UV の回転方向、まあ、こちらは縦軸のままでいいので、えー、縦のままですね、えー、それから繰り返しこちらで大きさを調整します、えー、U と V の方向ですが ね、v 方向には 1, 1のまま U 方向に5これで木目調の縦の板状のテクスチャーが反映されました次に上部と、えー、下部ですねこちらの面を両方同時に選択して独自に新たなマテリアルランバートシェーダーを割り当てます ランバーとシェーダーを一つ割り当てて同じようにチェック柄アイコンファイルアイコン、えー、少し移動しているのでファイル2のタブに移動してテクスチャーはいこちらは少し明るい板状のテクスチャーですねこれも少し大きさを調整してみましょう、えー、UV 繰り返しを12、えー もう少し、えー3まあ、少し、えー、密度が高くなりましたね。湯、え、食、ー、の方向回転方向も少し調整してみますが、まあ、最初のままで良いでしょう。オブジェクトに対して2つのマテリアルを適用しテクスチャーを張り替えました。このようなやり方もありますので是非試してみてください。